コメントあるところに来たんですけれども、えー、掴むために練習するんだってこういうの多いんですね掴むために何々掴むために片手でやるんだとか何々掴むためにこうやって打つんだとかってやっているんですけどもそういったことは全部間違いだと思いますね、えー、それによって掴めるかっていうと違うことを掴んじゃいますから体の他の動きがね もうそのことをやるしかないんですよ、ゴルフスイングっていうのは。筋肉強化だったら別にや鉄あれ持ってやった方がいいですよね。それを支えるための筋肉強化だったらね。えー、ということでその、ミスショットをなくそう、なくそうと言っても、ミスは必ず出ます。どんな名選手でもミスショットします。完璧なショットありません、ね。芝の状況が読みと違った場合もあります。芝の状況が えー、読みと違った場合もあります、えー、ですから、これはどんな名選手でもやりますね。えー、ですから、それを見てて、じゃあどうすればいいか、はいえー、ここに書きましたけど、状況に応じたショットというスイングを作るんですね、えー、そしてスイングも、えー、ミスを最大限に減らすためのスイング作りをすると、そうすると、ミスがミスでなくなるような。まあ こことととにしなさいというそれはえっ、ー、とねあまりアビコンっていうアプローチこれねあの、うん、ちょっとかぶせてヒールを出していくこれをね両手で出していくことにグリップで成功したんですけれどもでこれは今 PGA はじめ、うん、大方の,あの上位の選手が、うん、もうあまりアビコンで攻めていますやっています。で 本当はね、私はあの、まあ、こうラフった時に抜けないで、抜くにはどうしたらいいか、面変えれば抜けるじゃないかと、面を普通に外からポンってあのえ返してやってた選手いっぱいいましたね、それだと方向ずれちゃいますけどねで、それ見ててずれないでやるにはどうしたらいいか、あ逆にあのヒール出せばずれないなと。うん でそういうことからこう作り出したものなんですよね。で自分の方に目を向ける時にも昼から出ていくから速いスピードになってあのいわゆるその高いあのダイレクトなロ,ロブショットっていう人もいますけどねそういった球になる。でこれアマニアビコンとか作る時にまさに。 ミスをミスじゃなくすためにバンスを必要としたりそういうショットだったんですねアビコ式っていうのは尖った刃でペンって戻して打ちましたからあれはミスはもうミス助けてくれませんよねであまりアビコンっていうのは大方はもうミスでもうミスじゃなくてピンに寄っていくこういう打ち方ってないかなって私が作ったから今全世界の PGA のプロが あまりび込んで攻めてるんですね、はい、ですからこれが正しいゴルフなんですよミスがミスじゃなくなるもう私ショットもだからゆっくりで距離出しちゃダメよっていうことを言ってるんです私が飛ばないから言ってるわけじゃなくて振ればあの飛まます体も壊しましただからあの全てにゴルフは150ヤード以下が正確なら。 その先はですね、みんな同じだよとこういうこと言ってます。まっすぐ行けばね、ゴールで転がしてもね、飛距離っていうのはね、うん、だからやっぱりあのまあ、高く上げたらね、不確定要素でね曲がっちゃったりね、風に取られるのが多いからね、全然あかんということになるのがまあ長い距離ですよね。 まあドライバーはまあ別ですけどねだから私ドライバーで打つようにしてるんですけどね長い距離ね直ドライが今ないですね直ドライ用にできるヘッドがねあのメーカーさんに作ってもらいたいと思いますけど、まあ、あのそういう話になっちゃいますけど要するにミスがミスでなくなるようなスイングこれが正しいスイングです、はい、皆さんの勘違い分かりましたでしょうかどうも。